今日の日経平均株価は、昨日のニューヨーク市場が大きく上昇した流れを受けて値上がりしています。今日の日経平均は550円余り値上がりして午前の取引が始まり、上げ幅は一時700円を超えました。現在は3万7千円で取引されています。 アメリカのダウ平均株価が史上最高値を更新するなど、主要な3つの指数が大幅に上昇した流れを受けていると市場関係者は見ています。日経平均は18日にアメリカが4年半ぶりの利下げを決めて景気を下支えする姿勢を見せる中、昨日は一時1000円以上値上がりするなど上昇の流れが続いています。